はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。前回でロザリーが仲間になって神秘の鍵を手に入れたので、グルグ火山ですね、進んでいこうと思うんですけど、ちょっと減ってるから、まずは宿屋に泊まりますか。80円か。あ、でもお金もそこそこ溜まってきたな。一回完全に金欠になったけど。と言っても装備を充実させるほどのお金ではないと思うんで、まあこのままグルグ火山に、あ、ちっかとりあえずこのダーマのおっちゃんに話しかけるか。どうやら神秘の鍵を手に入れたようじゃななんでわかるの見ただけじゃわかんねえだろう。誰にも言ってないぞ俺は、鍵を手に入れたなんてことを。鍵から出る木でも感じてんのか。キャタピラ？キャタピラーの上位版、毒イモムシとかなんだ、そんな名前だっけ？毒イモムシか。イカズチの杖使えばよかったかな。神田がわざわざ使うまでもなく、1回につき255円。ってことは、4回戦えばだいたい1000円。右行ってみよう。お、これは宝箱じゃないか？ドラゴンか。これはサンダガがいいな。キースドラゴン。魔法能とかは、なんか、鱗がかさそうだから、多分効かないと思うんだよね。雷を通すと思う、このドラゴンは。あ、買って真空波を使うか。で、これはイカズチの杖でいこう。15か。やっぱちょっと弱いな、サンダガとかに比べると。てかいけねえし、こっちこれに乗ると動くとか全然ちげえ、騙された。結局下か。こいつら弱そうだな。これなんだっけ、ガルキマセラとかなんかそんなような名前だった気がするんだけど。ガルキマセラ、お、そのまんまだ。え、結構パワーがある。なんかここのやつら強いな。あ、でも一掃できたか。お、クラウドがレベル上がった。てか馬車入ってきてたんだ。クライムハザードとか懐かしいな。サンダガ、バーバラようやくサンダガか。てかサンダガから覚えるんだね。これはこれはトラマナを使いたい。ミーユだな。でもね、これ使えないんですよね、馬車に入ってるやつら。そう、変えるのもめんどくさいからな。いくつ食らうんだ。322、312、10か。ってことは20歩くらい、200くらい食らうか。うわー、マグマの杖、これはビビに装備させよう。てかさ、イカズチの杖稲妻でしょ。マグマの杖は攻撃力は上がるけど、マグマか。一応マグマの杖にしよう。マグマの敵にマグマの杖って。まあ、200は食らわなかったか。ベホまで回復させるか。で、もう1往復。おー、いた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 。で、右にも宝箱あったよね。今度こそ、おお、踊る宝石。これは、金持ちの予感。てか、ビビのヒットポイントはやばい。雷神。殴るか。お、強いな、踊る宝石。魔法もなんかさっき全然効かなかった気がする。そうだよね。不思議な踊り。うわ、超水気。おぉ、スローダンス、ここに来て。これでただドラゴンは一掃できるはず。いや、魔法防御、けえわ。攻撃力はそんな強くない。手裏剣投げよう。おーら。おぉ、強え、手裏剣は。さすが。1440円って。めっちゃ金持ちだな。ただ、マジックパワーがなくなる。これ、ロザリー大丈夫なのか？溶岩に入って。お前、ヒットポイントいくつあるんだよ。でも、溶岩に入って死ぬってことはないですからね。ヒットポイント1で残るんで、多分今、ロザリーヒットポイント1っすね。さっき何気なく、2500円もの大金を手に入れた。これは、節約していこう。マグマの杖。
で、手裏剣を、ああ、ダメだな。やっぱりちょっと、前衛の二人は倒しておきたい。で、主人公で殴ればいいんだ。よし、追加攻撃も、20いかないのか。踊る宝石の防御力が半端ないな、二人のジルバ。おおほほ !86 って、めっちゃ吸い取られたな。回収できない。手裏剣で、終わりだ。よし、踊る宝石。金持ってるけど、強敵だな。テリーはまだ何も覚えないか。ちょっとアモールの水で。アモールの水をもう少し仕入れてくればよかったな。20個くらい必要だったかな。結構敵が強い、ここ。こいつらはね、弱い。多分。こういう弱そうなやつら、安心できる。ほら。もう見た感じ弱いもん。主人公も26。お!今なんかフレアセイバー的なの覚えなかった。これどっち?ちょっと下行ってみよう。あれ?ピューンって下には行けないのか。これは右から攻めますか。うお!ベヒーモスだ。ベヒーモス、強そうだな。162。手裏剣。ほーら。テリーどうしようかな。特にやることがないから殴るか。60。俺はフレアセイバーの出番じゃないか。10。結構使うな。くらえ。124。あ、多分強いな、これ。ブリザガに切り替えよう。あ、これブリザガ弱点。いって、やばいやばいやばい。ビビが死ぬ。ブリザガ弱点だな。こいつは何だ?だってテリー殴って70でしょ?いや、これフレアセイバー強いよ。でも、マヒャド斬りの方がコストパフォーマンス的には良さそうだな。132。全然こっちの方がいいや。弱点ない敵にはフレアセイバーが強い。そういうことだな。これ何?鎧袖一色。ってかさ、ユフィの技ってこういうやつだったっけ?ちょっとね、FF7 でね、ユフィをね、入れてなかったんすよ。てか、もともとユフィってデフォルトで仲間になるキャラじゃないじゃないですか。魔法の聖水。ユフィとヴィンセントは、ちょっと条件こなさないと仲間にならないキャラなんで。確かね、攻略本とか見ないでやったから、ユフィとヴィンセント仲間にしたね、記憶がないんですよ。いやー、踊る宝石は2体出るときついな。これ、最強メンバーじゃないか、もしか敵の中で。ドラゴンがいて、踊る宝石がいてって。おー、マジか。一掃できなかったの痛いな。ドラゴン、始末しとこう。不思議な踊り。いやー、マジックバがなくなった。これね、二人のジルバもね、結構強いんだよね。どうしよう、マグマの杖使おう。節約。全然当たらない。あ、雷神じゃなくて、水遁とかの方が良かったかな。どうせだったら。あー、強いわ、マジで。ユフィそのままでいいかな。162か。ベヒーモスの攻撃食ったら死にそうだけど、まあいいや。ちょっと今かなりカツカツなんで。あ、こいつらはね、安心、安心のモンスター。やっぱね、安心を届けるっていうね、商売も必要だよ。これやって何になるの。いや、安心するでしょって。これに加入することにより安心できるんですよ。ミンユ、ミンユでヒットポイント回復させたいけど、いちいちな。これさっきのとこじゃん。これは下か。馬車のな、魔法がすぐ使えればな、かなりいいんだけど。あ、また安心のモンスターだ。安心をお届け。鎧なんちゃらみたいなのってなんだ。ここら辺全く使ってないよな。疾風陣内は多分早いんでしょ。お、敵全体だ。あ、これためありか。結構ためがあるな、これ。先にビビが回ってきそうだな。なんだかいってー、やべマグマの杖で終わりかな。うん、
鎧なんちゃらは特にって感じだな。ああ主人公、そうだ、ヒットポイントじゃねえ、マジックパー使い切ったんだ。アモールの水を2つ使ってもうなくなっちゃったよ。魔法の聖水使おうかな。次減ったら魔法の聖水使おう。大地の衣なんか良さそうなの手に入れた。これはビビでしょう。カメレオンローブか今。魔力プラス10、結構いいの装備してんな。てか減るし。ユフィは大地の衣、あ、めっちゃ上がる。マジカルスカートの時代は終わったな。女性陣結構みんなマジカルスカート流行ってんのに。あ、この舞台か。溜めよう一回。で雷神を使って、で真空波で踊る宝石を、うおー、マジか、スローダンス、不思議な踊り、やばい。テリーもマジックパワー低いのに何をしてくれる。強い。おお、どんだけスローにさせる。2人のジルバ80くらいか、結構取られるよな。そこそこ殴らないと回収できないかな、80って。ビビ、ビビじゃねえや。テリー攻撃力強くないか、普通に。マグマの杖使おう。よし。26レベル。特に何にも覚えない。やっぱね、魔法キャラはね、レベルが上がった時何か覚えるかなっていう、こうワクワク感がありますよね。まあ、何も覚えなかった時。あれ？セーブポイントがある。ちょっと絶望感もあるけど、とりあえず寝よう。右上に宝箱が見えるけど、これまだボスではないよね。なんかそんな感じはしないから、とりあえずセーブをしましょう。ここ結構きついんで。あ、なんかすげえ中継地点っぽいな、単なる。あ、また安心部隊だ。で、ちょっと加藤にするか。よしよしよし、これ美味しいな。もう2回で倒せる。お、ブリザが多少経験値少なくても、もう弱くサクッと倒せる方がまあ楽っすね。こいつらこいつらマジ楽。これでカトン投げれば終わりでしょ。で経験値は225か。でも400円持ってるからな、3体いったから。いやー、あいつら美味しいよ。これ右だな。よし。あれ、この宝箱ってさっき見えた宝箱じゃなくね。そうだよな、多分あれだもんね、見えたの。右も行きましょう。踊る宝石貯めよう。ビビ、どうしようかな。水遁が結構いっぱいある。でテリーは真空波で、主人公はちょっとな、フレアセーバーも使いたいところだけど、結局パーティーでの、うお、魔法ドン、マジか、やばい、やられた。ふざけんなよ、せっかく貯めたのに。マグマの杖、2人のジルバ84、これは手裏剣で取り戻す。ほら122。そうか、主人公雷鳴剣だからあんまり通らないんだな。踊る宝石は魔法防御が高いと、そういうキャラクターだ。風魔手裏剣やった。投げたいけど1個しかないからな、貴重だ。まあ、ボス戦で投げるか。そうすると、あ、こいつらも、あのすげえ変な敵ほどじゃないけど、ちょっとずれてしまった。おお、風魔手裏剣がある、安心だな。水遁、多分ね、真空波を使わないと、そうだよな、倒せないよな。まあ、ただ、これで、一掃できるんで。だって、これで210でしょ？経験値。安心部隊、240とかじゃなかったっけ？またこれか。
これもマグマの杖でいいや。マグマの杖に水遁に真空波、このパターンでいこう。さらばだ。お、マジか。一応ボスなんだ。どうしよう。セーブポイントとかなくねえ。だってってか、そもそもボスかどうかわかんねえし、まだダンジョンが続くかもしれない。すげえ物々しい。デスピサルがいる。回復させよう。これはヒットポイントはテリーが結構減ってるな。主人公も減ってるけど。で行くか。このメンツでいいよな。馬車ありか。なんとかなりそうだな。行くぜデスピサロ。グハー、何者だお前たちは。私の名はデスピサロ。魔族の王として目覚めたばかりだ。うごー、私には何もわからぬ。何も思い出せぬ。しかし何をやるべきか、それだけは分かっている。グハー、お前たち人間どもを根絶やしにしてくれるわ。魔法感、マジか。ふざけんなよ。おいおいおい、ディスペルとかないよな。どうする。やることないぞ。もうビビいきなり貯めとこ。とりあえず魔法カンタが切れた時のために、これは手裏剣だな。風魔手裏剣使うか。攻撃食らってめっちゃ強かったら使おう。ドラゴンじゃないしな、ゾンビでもねえしな。はい、魔法剣、これはフレアセイバーの出番だ。130、よし。地響き、これがいくつ食らう。おお、なぜか大地の頃いって、死んだ。ふざけんな。フェニックスので一応生き返らせるか。地響き食らったら死にそうだけどな。アモールのね、水がないよね。ちょっとこいつは殴るしかない。魔法カンタ使われたのが痛いな。ビビの魔法はもうボス戦でもし、うお、灼熱の炎、こうやばい、これはやばい。ちょっとユフィはもう回復に入ろう。一応ビビちょっと耐えられるように、ベホーイニでいいや。タイガ、わっぶんね、ガー、2回攻撃。マジやることない。とりあえずマグマの杖しかない。これは跳ね返されないでしょ。62、ナイスだ。あとはどれだけルフィが持つかだよな。ディスペル覚えてたっけこいつ。ある、ディスペルある。これいけるっしょ。これでいって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 、やばい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 。こいつも明鏡止水の連発だな。とりあえず入るかだけ試そう。サンダカくらえ、よし、159入った。ビビはね多分すぐ死ぬから溜めてる暇がないな。フレアセーバー使おう。おーら、135、おー、いい手つく波動、かっこいいな。輝く息とか、いえマジで。ちょっと待って、ビビはね、ただやっぱり攻撃の要なんで、蘇らせて、迷宮止水があと4回入らないな。ベホマ行こう。もうビビのヒットポイントは常に満タンを保っとかないと死ぬぞこれ。あぶね、これ同じやつ2回狙われたら確実にきついな。主人公もちょっともう回復に回ろう。ユーフィーがちょっとまずいからな。まあファイガでいいかな。152、弱点とかはないかな。これはもう風魔手裏剣、今しかない。投げるのは今、投げなかったらいつ投げるんだ。184、灼熱。これね、主人公とテリーは不破波かかってるんで、なんかいいのないかな。クイックトリックとかでいいんじゃない。もうこの際60、よしよしよし。免許指数をかけて、でベホイミでビビをちょっと
回復させとこう。あぶねえ、ザキ、うわマジかよ、うわ死んだ。ただビビはこれは攻撃入る。178、これで生き返らせて命中止水がかかるはずだ。あとフェニックスの何個、あと2つくらいしかないと思うんだけど。ジゴスパークとかマジかよ。うわ瞑想とかふざけんな。262、やばい、これはもうビビは攻めるしかない。184、いやーダメだ、これもう明鏡止水使うでしょ。で次明鏡止水使えないから魔法の聖水で、いやこれは回復が優先だな。こいつ明鏡止水意味なかったかな。まあいいや、ベホマでビビ。あーでもまあ主人公とか全開になったから。あれ、凍てつく波動って不破波切れる？装備だから切れないよね。あ、大丈夫大丈夫、全然役立つわ。ブリザが、これで魔法の聖水使わないとユフィが明鏡止水使えないんで、ここだな。ベホマ、あとこいつも2回か。うわ、いかい、やばいやばいやばい、うおブリザが使って、そうか、馬車があるんだ。入れ替えよう。バーバラ出そう。マダンテ使う。マダンテ使って下げよう。行くぜ、マダンテ！くーらえー！ドガーン！ 748！ 超ぜークレアセイバーが、マジックファイがなくなった。でまだ攻撃いけるよな。手裏剣を投げるしかない。ほーら灼熱、これもうバーバラ下げる。ねビビはやっぱり攻撃に入るからブリザが隣でしょ。よーし倒したー。超強いデスピソー、総力戦だったな。これ馬車だな、今回の肝は。馬車でバーバラを出してマダンテが使えたってところ。これマダンテなかったらかなりやばかった。グハー、体が熱い、私は破れたのか、私の体が崩れていく。ピサル様、お前のさ、なんでここで出てくんの、もっと一番最初に来いよ。グハー、誰だ我が名を呼ぶその声は。私です、ロザリーです。わかりませんか、あなたが授けてくれたこの名前さえも。ロザリーの瞳からルビーの涙がこぼれ落ちた。思い出してください、ピサロ様、私たちが出会ったあの日のことを。ぐ、うわぁ。回想シーンか。そう、これ人間に追われてて、ピサロが人間殺すんだっけ。追ってきた。全然見える。見えますよ。頭が見えてますよ。クソ、見失ったか。逃げ足の速いエルフだぜ。あ、これ見つかるよ、絶対見つかる。はっはっは、そんなところに隠れてやがったか。お前さえ踏んづかまえれば俺様もルビーの涙で大金持ちになれるんだ。さあいい子だからおとなしくするんだぞ。ん？なんだ、誰かいるのか。 うわどっから降ってきたんだよこいつは。危ないところだったな。今のはあなたがやったのですか。そうだ、欲深い人間のエルフ狩りが目に余ったのでな。ひどい、なんてことを。ひどい、私はお前を助けたのだぞ、それをひどいというのか。何も殺さなくても、人間だって私たちと同じ生きとし生けるものなのに。はっはっは、エルフとは妙な生き物だな。面白い、気に入ったぞ。エルフの娘、名は何というのだ。名前、私たち森に暮らす者に名前などありません。そういうものか。しかしエルフの娘では呼ぶにも面倒だな。よし、ならばお前は今日からロザリーと名乗るといい。なんでロザリーなんだ。結構すぐ浮かんだよね名前。私が地上で世話になっている村から取ったな。あ、そういうことね、一応由来はあったんだ。気に入らないか。いえ、ただ今まで人に名前で呼ばれたことがないので。ロザリー、いつかお前をその村に招待しよう。
それまで人間どもに捕まらぬよう気をつけるのだ。あ、それでロザリーヒルなんだ。なるほどね、ロザリーヒルなんだっていうか、ロザリーヒルだからロザリーなんだ。そういうことか。結局放っておくんだ。ロザリー。ルビーの涙がデスピサロの進化の秘宝を打ち消していく。そういうものだったっけ。元に戻った。ピサロ様、ロザリーなのか。ならばここは死の国なのか。いえ、ミカミックスさんたちがフェニックスの魔石で私に再び命を与えてくださったのです。そして信じがたいのですが、私をさらったのは魔族に操られた人々かと。フェニックスの魔石、魔族に操られた人間たちよ。面白くはないが、お前たちに礼を言わねばならんようだな。お前たちはロザリーとこの私の命の恩人だ。素直に感謝しよう。人間こそ真の敵と長年思い込んでいたが、私は間違っていたのか。この心が定まるまで私は無駄に戻り、ロザリーと暮らすことにしよう。しかし一つだけやることが残っている。あいにくかもしれんが、私も行く道は同じだ。しばし同行だな。マジでピサロが仲間になったんだけど。ちょっとこれは見てみよう。これを渡しておこう。最後のクリスタルだ。受け取れ。やったー。てかさ、火のクリスタルってもともとどこにあったの。こんなとこにあったの。玉座とか普通に置いてあるし。それでは私は一足先にロザリーヒルに戻っています。ピサロ様、どうかお気をつけて。空に向かってキメラの翼を掘り投げた。あ、持ってたのか。ってことはこれルーラー使えるってこと。俺もキメラの翼投げよう。キメラの翼あった。あれで、どこ行くんだ。とりあえず俺も一旦ロザリーヒル行くか。おー、使えた。で、ちょっとテリーを入れ替えたんで、バーバラを外すか。いや、役だったな、バーバラの魔なんてマジ強い。マジックパワーがすっからかんになったけど。これで、エンドと。じゃあちょっと、一旦寝て、まあ、いい時間なので、終わりにしますか、今回は。とりあえず寝ておこう。次回やったとき忘れる可能性があるからな。で、セーブをしてと。はい、というところで、まあ、デスピサロですね。もうめっちゃ強かったっす。もう風魔手裏剣も投げて、マダンテも使って、エクスポーションも使ってという総力戦でしたけれども、まあ、なんとか倒して火のクリスタルを手に入れることができたので、今回はこれで終了したいと思います。